ね、ベトナムのね、ホーチミンにいます。で、今いるとこ、メヌキ通り、グエンヘ通り。で、昔、ベトナムホーチミン働いてたんで、久々、支援2ヶ月ぶりの、訪問です。で、最近このでかいね、ビルができたんですね。もう、すごいですね。で、ここ見てください。で、ここの中にはアナ、日系の航空会社アナが入ってます。で中心なんで、まあ結構車、タクシー、バイク多いですね。で、2ヶ月でちょっと変わったかな。はい、であそこのところ見て、こうビルがあるんで、こっちか。で、こんな感じ見てます。で、女とか行ってくると、結構やっぱりね、大集合を進めてくるのが多いですね。あ、でもこういうのね、バカなおっさんが、ひょこひょこついてって、ねえ、で、相撲立てて、ねえ、危ないやつ出して。ね、落とされて、ね、あの金呼ばれる出勤者多いですよね。家でも持ってるんで、投資家とかいっすね、少しね。あとは売春なんて結構厳しいですね。ね、ここで見つかったら結構拘束されますね。まあ、日本との関係もあるんで、まあ、どこまでね、やっぱりその経緯がなるかわからないですけど、まあ、距離とかいいので、そういった女を買うでしょうね。まあ、お腹ですね。グーフェ通り。で、これがね、パレスホテル。まあ結構いいホテルですね、パレスホテル。結構高いホテルですね。オスカーホテルがその先にあります。